霜降り明星星や、パリ五輪レスリング金メダリストに担がれるイカホグルメ探し旅。タカトシ MC、カエレマンデーミッケ隊、テレビ朝日系の本日9月9日、月曜日放送会に霜降り明星星やとパリ五輪レスリング金メダリスト鏡優香がゲスト出演。一行は群馬県の人気温泉地、イカホで、 サイコロの出た目の数だけバス停を進み、出た目の食べ物の飲食店を探す、絶品グルメ探し旅、に臨む。画像、野球チームに潜入する霜降り明星星や飲食店探しを始める一同は茶屋を見つけ、目的の食べ物があるかどうか、聖夜が鏡と一緒に聞き込みに行くことに。すると戻ってきた鏡が聖夜を担いでおり、 高都は、なんでそうなった。と突っ込む。道中、聖夜は鏡に、こんなにバラエティやってくれるメダリストは珍しい。と感心しきり、そんな一道に課せられた今回のゴールのミッションは、山奥に行列ができる、動く海運地蔵を探せ。というもの。鏡が、オリンピックよりもきついです。と思わずつぶやく旅の行方とは、 帰れマンデー日家隊、テレビ朝日系2024年9月9日、月曜日19時から20時40分、出演者、MC、タカトシゲスト、下振り明星星や鏡優香。